はようございます。和島です。今日は1月の30日で、日曜日ですね。今日のスマートウォッチは昨日に引き続いてミーバンド6。で、いつものオーラリングのジェネレーション3ですね。で、ミーバンド6の方は、これバンドを今、オフホワイトっぽいやつにちょっと変えてます。で、オーラリングいつも使ってる理由は、今自分の、状態がこうスコア化してわかるんですね。例えばコンディションは今日だと68ポイント。で、睡眠のポイントだと、61ポイント。で、例えば、このコンディションを見ながら、ちょっと今日はどれだけ体を動かそうかとか、例えば朝通勤するときに、遠回りしていこうかとかっていうふうに決めて使ってます。うん、